みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はマルチで環境生物や領具生物などを回収した場合、他のプレイヤーはどうなるのか、これを確認していきます。まずは攻撃力や体力を増強させる持続強化生物。持続強化生物は誰が取っても消えることはなく、全員に恩恵があります。次に強力な効果を持つ両具生物です。こちらは一人が回収すると他のハンターは消えてしまいました。おそらく羽などへの対策だと思われます。次に消耗品などのアイテムです。こちらは全員が回収できました。次にハンターに効果のある環境生物です。こちらは誰かが使うと消えてしまいました。最後にモンスターハンターライズで重要なかけり虫です。こちらは全員が回収できました。結果は両具生物と効果のある環境生物は1回のみで、他のハンターは回収できません。それではアイテムのリポップを確認してみます。アイテムは4分でリポップしました。次にかけり虫のリポップ時間です。かけり虫はかなり長く12分でした。次に両具生物の時間です。こちらもかける虫同様12分でした。両具生物は強力ですが、再利用というのは少し厳しいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。